さんこんにちは、森谷ドラマスクール姫路校の早川真奈です。今回はワンオクロックのザ・ビギニングのサビで出てくるバスドラ3連打の踏み方について少し解説していきたいと思います。いや、このサビの部分なんですけど、ちょっと音楽はあの大人の事情で流せないんですが、クリックに合わせて叩くとこんな感じです。ずっと続くようになってます。でこの曲が友谷さんご本人はツインペダルで演奏されてらっしゃってて、でもちろん片足で踏むのもいいと思いますし、ツインペダルをお持ちの方は両足で踏む方が体力的にも疲れにくくなるのと結構安定しやすくなるかなと思うので、私的にはツインペダルで演奏するのがおすすめだと思います。演奏する際のポイントなんですけど、給付の時に左足のつま先はペダルにつけたままかかとでその給付を刻むようにして演奏するとバスドラ3連打が安定しやすくなると思います。ゆっくり足だけでやるとこんな感じです。ぜひこういった練習方法で練習してみてください。はい、森谷ドラマスクール姫路校は体験レッスン、あとオンラインでの体験レッスンも行っているので、ぜひお気軽に申し込みお待ちしてます。それではまた次回の動画もお楽しみにしててください。ありがとうございました。